女子ワールドカップ W 杯 2K3 度出場した元なでしこジャパン、サッカー日本女子代表 FW 岩渕真奈さんが自身の SNS を更新。この2人とのお仕事は最高だと綴り、元なでしこの澤穂さん、宮間彩さんとの3ショットを公開すると、ファンからはレジェンド、素敵と注目が集まっている。2010年に当時16歳で A 代表に初招集された岩渕さんは、 1> 翌1年の女子 W 杯で初優勝を飾ったなでしこジャパンに大きく貢献。2023年9月現役引退した岩渕さんは、日本サッカー協会 JFA の JFA 女子サッカーデー2024の取り組みなど、現在はさまざまなイベントに参加している。そんな岩渕さんが自身の公式インスタグラムを更新。 MS&AD なでしこオークイーン金沢たくさん歩いてきましたこの2人とのお仕事は最高だノリさんもですわらとつづり写真を2枚公開している1枚目にはなでしこジャパンで共闘した澤さん三山さんとの3ショットを2枚目には W 杯優勝した際の監督だった日本サッカー協会女子委員長の佐々木則吉に竹内吉江アナウンサーを加えた集合ショットを公開しているこの投稿にファンからは すごいメンバー最高の仲間ですね。すごい素敵なショットですね。みんなそのユニフォーム着てるの嬉しいレジェンドとさまざまなコメントが寄せられている。